はい、どうも、メンズコーチ西村です。インパクト返せない人、本当に危機感持った方がいいって、厳しいって。私はインパクト返せるようになってから5人抱きましたてな冗談で、豪気埋葬キャラランキングの手表を作ったので参考にしていってください。参考になんねえよって思った方は劇場版ウマ娘見に行ってください。めちゃくちゃ面白いです。まずは主人公ルーク。素晴らしい表情です。主人公であり人気キャラで使用率も多いキャラなのに、ここまで演技できますか。まだまだ上を見ている向上心の高さが伺えます。 S でしょう。一旦これを基準とします。次は J に。怖がってね、つぶっちゃってますね。でもこれが普通なんですよ。ゴーキ怖いもん。ただライバルのルークには差をつけられてしまいました。 C でしょう。次はマノン。若干白目を取り入れてますね。頑張っている気持ちは伝わりますが、あと一押し欲しかったです。 B でしょう。次はキンバリー。いい表情管理ですね。苦しみ、悲しみ、そしてどこか悔しさもあるような奥ゆかしい表情です。あとなんといってもこのプリケツですね。よく育っています。 A でしょう。次はマリーザ。ちょっと中途半端ですね。演技が下手なのはマリーザらしいんですけど、ちゃんとテーマを決めて取り組んでもらわないとこちらにも伝わりません。 C です。次はアニメゼロの使い魔2期最終話の演技がすごすぎて泣いてることも忘れるくらい、その魅力的な声と演技に吸い込まれるツンデレヒロインディーズグランスはアズル・ブランドラ・バレエル役の声優釘宮理恵でおなじみのリリー。敗北感が伝わってきませんね。他のキャラより汚れていない気もしますし、ちょっと豪気と相性悪いのかなという印象です。 C でしょう。次は JP。 いいですね。ナーフされてから JP にはどこか優しくしてあげなきゃいけない気がするんですけど、関係なくいい表情です。今の自分の立ち位置がよくわかってると思います。A です。次はジュリちゃん。怪我しちゃってますね。私は DV 気質ないんですけど、こういうのが好きな人にはいいんじゃないでしょうか。C です。次は DJ。特別にサングラス外してあげたんですけど、これじゃ意味ないんですよ。私に手間をかけさせたので D です。次はキャミー。ボッコボコで草。これは運営さんやりすぎなんじゃないでしょうか。何かに目覚めちゃいそうです。表情は普通以下なんですけど、このボコボコ具合は評価したいです。 B でしょう。次はリュウ。完璧でしょう。これは間違いなくリュウです。確かダルシム CA ランキングだともそうなんですけど、ルークの順位が高い時はタカシも高いんですよ。私の中では龍が永遠の主人公だと今回の高橋を見て思いました。 S です。次はホンダ。
まあ普通ですね。まるでアプデコの本田のように普通です。頭突きのガード後に距離が近くなったことで普通に地上戦頑張り始めた本田くらい普通です。 B でしょう。次はブランカ。表情完璧じゃないでしょうか。この情けない表情は最近追加された豪輝に対して歓迎のあれなんですよね。おめでとう、一緒に頑張ろうね。そんなブランカの性格の良さが垣間見えます。 S です。次はガイル。良い感じにボコボコです。関係ないんですけど、最近ガイルの髪がファンデーションブラシにしか見えないんですよ。なので B です。次はケンです。いい敗北者の顔ですね。ちゃんと心理を立てることができるいい先輩です。先輩や上司がいい人だと頑張れるんですよ。見習った方がいいんじゃないでしょうか。A です。次はチュンリー。格の違いを見せてきましたね。チュンリーさんはたまに演技サボるんですけど、今回はちゃんとやってくれました。もうちょっとボコボコだったレースでしたね。 A でしょう。次はザンギーフ。表情いいんじゃないでしょうか。ただ想像は超えてこなかったです。画面内の清潔感もないので B です。次はダルシム。迫力がないですね。いい表情なんですけど、いまいち迫力がないんですよ。最近ランクでダルシムにボコられたので冷静に評価できません。 B です。次はラシード。はい、完全にサボってます。私の目はごまかせません。豪輝の人気に嫉妬しちゃってるんですよ。自分だって追加キャラなのにカッコつけちゃダメなんですよ。典型的な嫌な先輩、上司に該当するタイプです。もっと診療もやった方がいいんじゃないかなと思います。 D です。次はキこれはかわいそう。最近強化されて人気の秋がもったいない。髪型的にしょうがないですね。追加コスチュームを待ちましょう。 D です。次はエド。かわいい。これはボセイクすぐられますね。豪輝ともなかなか相性いいんじゃないでしょうか。薄い本もしっかり厚くなりそうです。 B です。最後に豪輝。緊張しちゃってますね。どこか可愛くも見えます。早く自分の殻を破っていてほしいと思います。 C でしょう。いかがだったんでしょうか。新旧主人公対決はまるで劇場版ウマ娘を見ているような熱い展開でした。ちなみに映画特典の色紙はアグネスタキオーンが当たりました。どなたかジャングルポケット当たった方いますか。ください。ご視聴ありがとうございました。ナイスネイチャーが好きな人はチャンネル登録した方がいいと思います。はい、すいません。はい。